福岡市内線は、かつて、福岡県福岡市の市内を走っていた、西日本鉄道の軌道路線の総称である。1979年2月11日に全線が廃止された。幹線、循環線、城南線、五福町線、海塚,塚線、吉塚線、築港線の7路線があった。福岡市内線の母体は、福沢桃介。 松永安左衛門らによって設立された、福白電気軌道と、地元資本家の渡辺与八郎らによって設立された、博多電気軌道である。この二社は、明治時代末期のほぼ同時期、福岡市内で、それぞれ別々に、路面電車を開通させ、以後、要所で両社の路線を接続させつつも、別々に路線網を拡大していった。なお、福白電気軌道は、 合併や社名変更により、博多電灯軌道九州電灯鉄道関西、電気東方電力と名を変え、博多電気軌道は1912年に九州水力電気に九州合併された後1929年に分離され、博多電気軌道となっている。東方電力と九州水力電気は電力事業の事業区域が重複し、競合関係であったため、 両者の関係は険悪で、二者並存により、乗客獲得競争が行われる一方、利用者の側にとっては、運賃などで不便をきたしていた。1934年に、東方電力は、電車事業を分離して、新会社の福白電車を設立し、博多電気機動は、全事業を、福白電車に譲渡することで合意し、福白電車による、経営一元化が実現した。 福白電車は、資本金330万円、本社を、福岡市天神町58番地に置いた。その後、戦時体制下の1941年には、電力国家管理政策の進展に伴い、東方電力は、福白電車株をすべて、九州電気軌道に譲渡している。百四十二年に、福白電車は、九州鉄道、博多湾鉄道規戦。 筑前三宮鉄道と共に、九州電気軌道に九州合併され、西日本鉄道が成立した。旧福白電車線は、同社の福岡市内線となった。1958年頃の博多駅前電停。背後は、国鉄博多駅二代目駅舎西鉄成立当時の福岡市内線の車両は、すべて二軸車であり、輸送力増強が急がれた。 そのため1943年に大牟田市内専用として製造されたボギー車 200K のうち給両を福岡市内線に配置している。続いて二軸車の改造名義で5 0 1系、5 5 1系ボギー車を発注したが、これらは戦時下のため落成が遅れ、戦後の1946年から使用開始した。また1947年には、 北九州線の100型を3両転属させ300型として使用した。1948年に二軸車の内ち状態が良く、当面使用する70両を1から72回番。同年から3年間にわたり501系、551型と、ほぼ同形態の561系ボギ車を48両、申請し、1950年からは北九州線から1系、 35経営木造ボギー車56両を転属させた。さらに北九州線で採用した連接車を1954年からは福岡市内線にも投入している。この一連の車両申請、転属により営業運転用の二軸車は同年中に全廃された。また同じ1954年には宮城学船の千鳥橋貝塚間を 福岡市内線と同じ機関線4 3 5 m m に改めき、河川電圧を直流 600V に高圧、複線化した上、福岡市内線に編入している。1961年には貨物線の蓄光線が休止となった。同線は国鉄の貨車を吉塚駅から博多蓄光へ直通させ、博多蓄光への石炭輸送を行うことを、 目的として付設された貨物船であり、専用の電気機関車で貨車を経営していたが、博多臨港線の開業、延長により国鉄線経由で博多港への貨物輸送が可能となったため輸送量が減少していた。1963年12月1日に国鉄博多駅が約400メートル南東に移転した。当初は、 福岡市内線は移設されず、奥の道電亭から、博多駅への連絡バスを運行することで対応したが、7ヶ月後の、翌1964年7月1日に、博多駅前を通る新線を開業した。急線もしばらくは、営業が続けられたが、同年12月7日に廃止されている。全廃間近の頃の福岡市内線で車掌は30年代から、福岡市でも、 全国の他都市と同様、自家用車の普及、路面電車沿線の都市中心部の人口が減少し、郊外の人口が増加するドーナツ化現象などの影響により、路面電車の利用者が減少、また1963年から福岡、北九州両路面電車路線の自動車、起動時期内通行が解禁されたことにより、定時性の低下という問題が発生、特に、 福岡市内線の影響は深刻で、走行速度は平均2割落ち、自転車にさえ追い抜かれる状態となり、昭和36年度に2億600002 000 00いた延べ乗客数が、昭和42年度には2億3000万人と1割以上減少。路線バスの年間乗客総数の半数を割り込み、路面電車事業はついに赤字に転落、同社が運営する。 路線バス事業から見ても渋滞の原因になる路面電車の存在はお荷物となっていた。対策として、まず、ボギー車でのワンマン運転及び連接車でのツーマン運転の実施、信号装置の自動化などの合理化、近代化を実施して人員数を圧縮していった。これにより100型が全廃された。一方、 福岡市、北九州市の将来の交通体系を審議するとし、交通審議会北部九州部会では、1971年に、福岡市及び北九州市を中心とする、旅客輸送力の整備増強に関する基本計画についてと題する投資案を運輸大臣に提出した。この内容は、1985年までに、高速鉄道を中心とした総合的、 交通体系を確立し、路面電車を廃止するというものであった。これを受けて、運輸省、福岡市、北九州市、西鉄により、福岡市交通問題審議会が開催され、協議の結果、答申通り、福岡市は、市営地下鉄を建設し、西鉄は、路面電車を廃止して、バス路線を整備する方針が固められた。 まず1973年に交通渋滞の著しい国道201号を通る吉塚線が廃止されたのを皮切りに1975年には地下鉄工事区間と並行する無き線、五福町線、城南線が廃止された。この時に連接車は廃車、または譲渡され、ボギー車も 500K、551型と5 6 1系の一部を除き廃車。 または、北九州線に転出した。その後、残った、循環線と、貝塚線も1979年2月11日に、廃止され、福岡市内線は全廃された。1930年頃の福岡市の地図。因は、西鉄福岡市内線内田線との接続伝停。名称は、廃止時点のもの。旧代前から、西陣は、 福白電気軌道を東方電力が、西人名の浜は、北畜線として、博多電気軌道が付設。吉塚駅近くの三角から、吉塚線を通り、仙台町から循環線に入り、千鳥橋を経由し、博多築港前から北側に分岐して、博多築港に至るルートであった。国鉄の貨車を通すため期間は1 6 7ミ、mm、リメートルで、あり、吉塚線。 循環線との重複区間では 1067mm 区間と 1435mm 区間の参戦機場となっていた。宮地学線の千鳥橋貝塚間を改築し、事実上福岡市内線に編入した路線である。しかしながら改築後も、廃止まで正式名称は引き続き宮地学線とされ、法規上も地方鉄道法に基づく鉄道線のままであった。 1973年1月4日の吉塚、先廃止直前時は以下の通り。当時、年々運転系統の統廃合が進んでおり、8系統のように極めて複雑な経路を取る系統もあった。このため、電車の系統板に路線図をすり込み、運転系統を図示していた。1975年11月2日の大幅、廃止により、 系統番号は使用されなくなったが、市営地下鉄開業までの間に、西鉄が運行した代替バスの系統番号として使用されることとなった。また、識別のため代替バスの系統番号は、オレンジ色の丸に黒数字で表示されていた。なお、地下鉄開業後も一部の系統番号は、福岡都市県の西鉄バス系統番号に引き継がれたが、いずれも後に、 系統再編などにより、番号や経路が変更されている。1975年の大幅廃止後は、循環線と、貝塚線のみの、内輪場の路線となり、貝塚千鳥橋から循環線を二周千鳥橋、貝塚というルートで、時計回り循環と、半時計回り循環が貝塚から、交互発車するダイヤが組まれていた。このダイヤは、 営業区間のどこであっても、今度かその次どちらかの電車に乗れば、乗り換えなしで行けるという利点があった。末町皿山公園に保存されている、福岡市内線507号行き等に保存されている516号、福岡市内線の全廃から30年近くが、経過した2008年11月、西鉄は、今後10年の経営方針の中で、 公共交通の利用を増やす手段として、LRT 導入の検討を盛り込んだと報じられた。西鉄の高崎茂之経営企画本部長は、福岡市などの協力が得られるのが前提だが、市内を循環する路線があってもいいと話している。ありがとうございます。